今大会見事優勝を飾りましたのはやはり強かったゼッケン2番原田カートクラブ野田拓二選手、おめでとうございます。2番手にはゼッケン21番アッシュ斉藤のぞみ選手、おめでとうございます。そして3番手はゼッケン89番ウエストレーシングスポーツ大山岳選手、おめでとうございます。読んでます、大丈夫ですよ、もう上がっていただいて。4番手ゼッケン7番です、ウエストレーシングスポーツ竹中圭一選手。5番手にゼッケン31番の須磨和樹選手。そして6番手ゼッケン38番ピーターパン小林美光選手。以上 YZ85 上位6選手、どうぞ表彰台にお上がりください。YZ85 上位6選手表彰となります。須磨選手と美光選手、須磨選手と美光選手、須磨選手も表彰台にお上がりくださいよ。それではまずは優勝を飾りました野田選手、そして2番手の斉藤選手、3番手大山選手、上位3選手に星賞とそしてシャンパンが贈られていきます。そして上位3選手にはそれぞれ賞金と副賞も贈られていきます。こちらの副賞は上位6選手に贈られます。今大会は K1 シリーズの一つとして組み込まれまして、 K1 主催者矢野様より上位入賞ドライバーに副賞が贈られます。それでは以上6選手のフォトセッションです。よろしいでしょうか。それでは改めて6選手に盛大な拍手をお送りください。今大会の上位入賞おめでとうございました。